さて、今日はイベントの開催されていないツインリングモテギに行ってきました。イベントは開催されていませんので、入場券の1200円と駐車料金の500円を払えば1日遊ぶことができます。ツインリングモテギ内にはホンダのコレクションホールが併設されています。ここではホンダについて学ぶことができます。メインのホームストレートからパドック側を見てみます。奥にはホンダツインリングモテギのホテルが見えています。これは多分自由枠の走行会のシーンだと思いますが、複数のカテゴリーの車が同時に走っています。個人的には複数のカテゴリーだと圧倒的にスピード差が異なる場合がありますから、非常に怖いと思っています。注意が必要な走行だと思われます。この日はマーシャル、セーフティ、ちょっとどっちか分かりませんけど、先導車をつけた走行会が行われていました。先導車がついているからって安全性が高まるわけではないですけれども、まあ無謀なことはできなくなるという意味では安全性は高まっているかもしれません。当然ながら先導がスムーズでとても上手だということは素人目にもよく分かります。コントロールタワーのあるコース内側に入ってきました。当然ながらオフィシャルカーは全てホンダです。ストレートのから第1コーナーなどをこうやって内側から眺めています。ツインリンクモテギは内側から見るとこういう感じになっています。パドックの上に登ってみました。最終コーナーからホームストレート、そしてメインスタンドが見えてきて、第1コーナーが見えます。パドックの上から見るとこのようなコース配置になっています。別の先導車をつけたグループが周回してきました。体験走行会と思われ、様々な種類の車種が走っています。面白いですよね。この日は CRX のミーティングも開催されていました。これは CRX 軍団による走行です。皆さんも一度クローズドコースの体験をされてみてはいかがでしょうか。安全や運転というものの考え方が全く変わるかもしれません。いい経験だと思います。